送は何日の何日です。ぜひ見てくださいね。そして見ていただいて受け入れてくれると思ったんですけど、やっぱり半数以上受け入れてくれませんでした。受け入れられませんって。で、やっぱり私、どんどんその地域に居づらくなって、その時こういうふうに彼氏がいたんですけれども、その彼氏がいたし、もうちょっとここを引っ越して、今と違う土地で女性として生きていこうって思ったんです。夢のような生活が始まると思ってました。でもやっぱり彼のお母様にも嘘をついて、私は女ですよって言って嘘をついて過ごしてて、その中で私もどんどん情緒不安定になっていきました。毎日描いてた絵を急に描かなくなって、ああ私の精神安定剤やったんやな、やっぱり絵はって、本文構造を捨てたらあかんかったんかなっていう自問自答、どっちが正しかったんや、でも私女になりたかって間違ってないよね、自分でと繰り返しながらどんどん情緒不安定になっていって、彼とどんどん喧嘩するようになっていって、彼は出ていきました。彼が出ていったら私はもうなんかふぬけのようになって、毎日空ばっかり見上げてて、私の中から笑顔が消えて、希望が消えて、何もかも消えていきました。他に何か情熱を求めることをやろうって思って、編み物を習いました。で、自分で服を編んだり、何をやってもやっぱり手ほど打ち込めるものが何もなかったんですね。やっぱりなんか自分の中でこれを捨てたらあかんかったなって、その時もう一回やっていこうって、もう一回公文構造という名前でもう一回活動をやっていこうって、大阪には私を扱ってくれる業者はどこもありませんでした。だってどれだけ編みしたんだもん、最低なことしたのもこの業界は狭いから、あいつとだけ明日でって決まってた仕事ってなるわけじゃないですか。ピンチヒッターで私の代わりに若い子がどんどんデビューしていって、大阪で若いから私を銀座に持ち込もうって、で銀座に持って行って、絵を持って行って、歩き回ったら一軒だけ銀座で個展をしてくれるところがあって、その銀座の個展を皮切りに、やっぱり昔のファンの方ってごめんね、理解してあげられなくてごめんねって戻ってきてくれたりとか、新しいファンの人が来てくれたりとかして、その個展では絵がほとんどまた看板になって、私はもう一回再出発させていただくことができたんです。あ、私自分で自分のことを差別してたんだな、元男だという言葉は切っても切り離せないのに、どこかで女性になれるって思ってた、元男だったということを受け止めて、それを障害としてなくて個性にして、私は絵描きとして生きていこうって